大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。30回目となります、ワールドマニアックカップの方をやってまいりましょう。本日も4試合をよろしくお願いします。まずは田村清対ディック統合の試合ですね。はい、初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイアプロレスリングワールドでコンピューター同士の対戦に実況をつけて遊んでいる動画です。私の名前はマスクド西岡と申します。以後お見知りおきをとか言うんですよね。さあ、本日8月の6日、本日も2本撮りを行っておりますので、まだ昨日の余韻が、消えておらず、イベントの、ことですね、松本監督とお会いしたことなどをこう盛り込みながらになるかもしれませんが、まあね、今日はちょっと実況をちゃんとしながらでいきたいと思います。ディック統合が、あ、これあれですね、田村清ディック統合両方6点ということですね。お互いどっちかというとこう格闘系レスラーと、ルチャリブレ系って言うんですかね、ルチャ系のレスラーとして、まあ、真反対とまでは言いませんけど、プロレスラーでありながらその世界の中で、相反する場所にいるみたいな感じの対決になりますね。さあ、これはどうでしょうね。田村がどこまでこう決めれるかということになりますよね。うわ、なんかちょっとやっぱり止まりがちやな。これあかんかったやり直すかな。まあいっか。そうですね、この間、このですね、昨日ですね8月の5日に、そのプロレスファイプロのイベント、大阪の日本橋であって、そこに、このファイプロの、あ、ファイプロじゃない、この WMW の動画の視聴者である方が来てくださって、で、まあ、いろいろそこで意見交換じゃないですけどね、いろいろ教えていただいたんですけど、でその方はエディットポイントをもう380以内であれば何でもよしというふうにするっていう方式なんですね。でこの WMW のルールは、私は、エディットポイントを全レスラー180で統一するというふうにしているんですね。で、なんていうんですかね、例えばアントニオ猪木と、エベさんとか、であればもう確実に差はないといけないんですね、本来であれば。で僕もそれは納得をします。ただその時に、ジョン・レノさん、僕が勝手に名前を付けさせていただいた、ちょっと待って、なんでこんな早く決まったの。ディック統合どうした、どうしました、何が起こったんでしょうか。今腕ひしぎですかね。いや、ちょっと謎。秒殺に近いというあれですかね。試合時間5分26秒、腕ひしぎ逆十字固めで、田村清がディック統合から、1本取ってみせましたっていうところですか。試合評価は 53%、そりゃそうでしょうね。あれ、なんやろ、これ。不思議な感じ。まあ、いいか、行きましょうかね。これもプロレス。はい、では次行きましょう。この B ブロックがね、ちょっとうまいこと回ってなくて、この30回目、で、ちょうど各レスラー5試合ずつ綺麗に収まるはずだったんですけど、綺麗にはまりませんでした。なので、この B ブロックからは、田中正人、並び、12番のレスラーって言ったらいいですかね。ここの一番下にいるレスラーが今日、試合をするんですけども、このレスラーは、全部、6試合目になるということですね。まあ、細かい方ですけども、まあまあいいですかね。まあ行きましょう。寺西対田中正人の対決です。では試合開始です。で、まあ先ほどの話の続きですけど、そのジャンレノさんがおっしゃるには、誰やったっけ、ごめんなさい、ローランド・ボックやったっけが誰か、がエディットポイントで200何ぼ使ってると。で、それに対する、またそれも忘れちゃいましたけど、誰かのレスラーを、戦わせたと。
で、ジャンレノさんが作り上げたい世界は、そこでエディットポイントが100ほど上いってるローランドボックだったと思われる、そのエディットポイントをたくさん使ってるレスラーが勝つ世界を作り上げたいんですね。そりゃそうですよね。あのエディットポイントたくさん使ってるわけですからね。で、それで勝つっていう風にしたいのが勝てないんですって。で、僕はそれを補正がかかってると僕は思ってるんですけどね。きっちりとしたシミュレーターではなく、ゲームとしての楽しさを、だから要は、エディットポイントをたくさん使って、パラメーターが高いレスラーは一方的に強くなる。でもその試合展開をコンピューター同士の対戦で見てると、面白くないんじゃないというスパイクチューンソフト側の考え方で、ゲーム的に面白くするためには、エディットポイントが少ない方のレスラーが勝つことが起きる。まあ、クリティカルはまあ別でしょうけどね。そういう番狂わせが起きるようにっていう補正がかかってて、エディットポイントが多いレスラーの方が負けるということが起きてるんではないかと僕は思うんですね。で、それについては何でしょうね、僕の妄想なんで、分かりません。嘘だと思います。多分僕の妄想です。実はそのことを松本監督に聞こうかと思ったんですけども、さすがにそれはね、ちょっとやっぱりなんかやめとこうとなんか思ってしまって聞かずにいて、で昔一度だけ最近もうやらなくなっちゃった、松本監督とかが出演して行われるツイッチっていうんですかね、動画配信、生放送でいつもやってたやつがあったんですけども、それに開発のスタッフが登場されて、技を出す、コンピューター同士の、レスラーが戦った時に技を出す仕組みっていうのを、簡単に説明していただいたんです。確かでもその時にはスゴロクと同じ、サイコロの目を振って出た目で、決まるっていう、なんていうんですか、こう ロジックじゃないな、なんかそういうの言うんですよねっていう仕組みだったというふうには聞いたんですけども、でもそれやったらね、そんなパワーというか、エディットポイントが多い方がそう簡単に負けないような気がするんですけど、と思うんですけど、と僕は思ってるんですね。その時補正がなかったかあったかっていう発言をしてはいなかったと思うんですね。だから補正云々は僕が勝手の妄想だということですね。まあ、でそのジャンレノさんとの話では、ジャンレノさんはそうやって、そういう世界観を作ろうとされてるんですけど、僕の180にしてるっていうのは、あ、なるほどなと思いましたっていうふうに、まあ、うまいこと言ってくださってね、まあ、ありがたいなと思いながら、だからまあそれはもうね、どういう考え方でするかっていうことで、ジャンレノさんも実在するレスラーでやっておられて、しかも、昭和の香りプンプンするレスラーを、作っておられるみたいなんでね、まあ嬉しいこと言ってくださりますよね。マスクド西岡っていうレスラーは、まあ、いるんですけどね、スチームのワークショップにあげてないんですかと、まあ、つまり言ったら、ダウンロードできる状態で公開してないんですかっていうことなんですけど、自分用にしか公開していませんね。そうなんですよ。だからお互い言ってたのは、僕もこれパソコンそんなに古いわけじゃないんですけど、たまにこうファイプロしてたら止まりますし、ジャンレノさんもおっしゃってたのが、シックスメンタッグマッチをしたら確実に止まるって言ってましたね処理機能がね、っていうのは言ってましたね。あとそういえば、そうそう、前回ちょっと話そびれたというか、もう今ふっと思い出したのは、松本監督にこう質問をしようというコーナー、イベントでね、会った時に、10人タッグマッチはできないんですかっていう風におっしゃられてましたね。まあまあ、現実のプロレスでもたまに行われる試合ですし、5対5というのはやっぱりキリのいい数字ですから、4対4よりも5対5でっていう風に、いうのはまあ分からんこともないなと。
で、その質問に対する松本監督の答えは、このファイプロワールドを、動かしているプログラムっていうんですかね、ユニックスっていうんですかね、僕はその辺はあんまり詳しくないのでよくわかんない、ただユニックスって聞こえたと思うんですけども、このユニックス自体が 2D を表示表現するのにあまり得意ではないと、まあ 3D だったら得意なのかどうかはちょっとその辺がわからないんですけども、だからもしそれを、10人タッグマッチを実現させようとするなら、そのユニックス自体をもういじらないといけないみたいなことをなんかおっしゃっておられましたね。そこからちょっとこう変えていかないといけない、もちろんユニックス以外でやろうとするとなると、今までやってたことを全部一からやり直さないといけないっていうことになるので、多分それは選択肢はないんでしょうね、まあもうしょうがない部分ではないかなとは思いますね。それを言ってたぐらいかな、面白かったのは。またなんか思い出したら言いますけどね。さあ試合の方に集中していきましょう。13分が、経過しまして、寺西が意外と頑張ってる、いや田中が、あーいいですね、ジャンピング、エルボー、弾丸エルボーですね。さあバックの取り合いは寺西がジャーマンで投げ切ったが、どうだ、うわーカウント 2.9、 カウント 2.9 の攻防がここから始まるのか。さあローリングエルボーは寺西が防いで、再びエルボーはいけない衝突、これはやっぱり距離が難しかったですね。まあそういえばあれですね、昨日松本監督と、対戦した、動画が本当は見せればいいんですけども、やっぱりまあそれは当たり前ですけど、人間対人間がやると、よりプロレスらしくなるのは面白かったですね。どっちが上というまではいきませんが、こう急にダッシュで走り出して、技を決めるとか、それをカウンターで迎え撃つとか、相手の、ロープに走ったのに合わせて走り込んで技を決めるとか、その辺はなんていうんですかね、まあ先ほどのユニックスの話じゃないですけど、さすがに無理なんでしょうかね。あれを見るとちょっとやっぱりロジックでは限界があるんだろう。あとはまあ前から言ってますけど、エプロンの攻防ですよね。ヒューマン対ヒューマンでは当然のように行われる、あともう一個ね、またすみません話飛び飛びで申し訳ないですけど、昨日その人間対人間で、松本監督が披露してたんですけど、スワンダイブ式の攻撃ってありますよね。でそれがプレステ4版になったからそうなったのか、前からできるのかは、僕はちょっと待ってくださいよ。さあどうだ、わあ決まった、さすがこの技では決まりますね。田中将人、これはまあ十分説得力のある勝ち方と言ってもいいでしょうかね。寺西さんは十分攻め込めてたんですけども、あと一歩というところでしょうか。試合時間16分50秒サンダーファイヤーパワーボムで、田中将人が寺西さんからスリーカウントを奪った試合でした。試合評価は 94% ですね。そうそう、あのね、スワンダイブの技をね、まあそれはちょっとやりながらいきましょうか。この試合はちょっと見物なしですね。ビッグバンベイダー対山崎和夫、ベイダーが4点、山崎が2点。さあ行きましょう、3試合目ですね。スワンダイブの技ってロジック戦をずっと見ているとコーナーの近くからしかできないですよね。ところがそれをコーナーとコーナーの間、要はまあ真ん中ぐらいからやってたんですね。あれはちょっと僕びっくりしましたね。できるんやって声を上げてしまいました。というのも先日レイ・ミステリオ・ジュニア問題というのがこの WMW で起きまして、問題ではないですけどね、レイ・ミステリオ・ジュニアのまあ得意技、必殺技ともいえる619ですかね、ミッキーブーメラン、相手を、セカンドロープのところに、外側に向けてもたれかけさせておいて、で、タイガーマスクの、やる、ロープをくるっとこうトップロープとセカンドロープを掴んで、その間を、機械体操みたいな感じで両足を揃えてくるっと回ってきてフェイントをかます、
でその形その動きをしながら相手の顔面を蹴り上げる両足で蹴るのが619もしくはミッキーブーメランという技ですよね。であの技から次のスワンダイブ式の、丸め込み系の技だったり飛びついてうんぬんという技につなげれるかどうかっていう話を、ミッキー、じゃないミステレイミステリオ問題と、呼んでるわけなんですけども、それがだからもしエディットはじゃないロジック対戦でも、リングの中央から出すような失礼ことができればそのレイミステリオ問題が解決するかもしれないということなんですよね。まあ新たな発見でしたね。あとはこの結局スチーム版では実現していない、リング外からリング内に、スライディングして入っていく、まあ、あの滑り込みですね。滑り込みリングイン失礼というのが、プレス4ではできるようになってましたね。あれスチームでもなんかできるっていう最初触れ込みやったような気がするのは気のせいですかね。まあまあそんなことがありましたということで試合の方に集中していきましょう。山瀬和夫がバックドロップで投げましたがというところで5分経過。ちょっとでも山崎の方がフラフラ状態、ベイダーがああいいですね、バックブリーカースラム、シュミット式バックブリーカースラム、どっちでしょう、バックブリーカースラムでしたっけね。ベイダーらしい技ですよね。うわーこのまま前に叩きつけていってバックを取って、うわーこれは怒涛の攻撃。さあベイダーが降りていきますが山崎は早く上がって椅子を持ってきましたね。さあ山崎が蹴りもしくはサブミッションでベイダーを追い込むことができるのか。試合時間はまだ6分、まもなく7分というところ。さあハイキックは決まりましたがベイダーは倒れない。さあバックドロップで投げますが先に立つのはベイダーの方、そこからドラゴンスリーパーで、これは体重を預けてる感じがいいですよね。巨体を乗せてそれでダメージを、さあそれをくるくるっと回して山崎和夫の方が足を取りに行きました。ベイダーの足はまだ余裕はありそうですが、これがでも積み重なっていくと足型膝固めがありますからね山崎には。さあジャーマンでぶん殴られましたが、さあさっさと帰ってきましたけどもね、これは絶対ダメージがあるはず。あれはでも一回リングの上に落ちて場外に再び落ちるという、でもまあ場外に落ちるっていうダメージも多分あるはずですよね。だからあの昔それこそ松本監督とやったみたいな、ヒューマン同士の対戦では、組んで相手を場外に落とすっていうだけでダメージを与えていくやついましたからね。上がってきたところに重なって組んでその瞬間にまた場外に放り投げていくという、精神的にもやられるやつですね、コントローラー握ってる方が。さあベイダー、クラッシュでカウント 2.9、 山崎ちょっとピンチ。さあ山崎としてはバックを取って、バックドロップもありますけどね、やっぱりこの足でしょうね。さあ膝十字固めに捉えましたが、さあ10分経過、これで折り返し地点となりましたが山崎の体力的にはどうなんだ。先ほどからこの投げっぱなしのジャーマンがバンバン決まってます。さあそしてベイダーハンマーですねからのラクダ固め、キャメルクラッチ、これは厳しいですが V どうですね、一点集中ではないですからねベイダーの場合は、この辺はまだ助かるというところかもしれません。ただ体力的にはこれもう何発出てるんでしょうね、投げっぱなしジャーマン。さあ山崎立ち上がりましたがダメージの方はどうなんだ。あドラゴンスクリューで足を返します。投げておいてからアキレス腱固めいいですね、 UWF の代名詞アキレス腱固めで足を攻めていきますが、この大きな足、巨体の足には効いているのか。さあベイダーが再びバックを取って
うわー、また投げる。そして場外を落とす。さあベイダーは十分間を取って呼吸を整えます。この呼吸を整えることでまた再びラッシュができるという状況。うん、いいですね。さあこれも山崎和夫はちょっとバンジーキュースか。いや、まだ耐える。逆エビ固め、いやじゃない、キャメルクラッチですが、これはなんとか耐えました。さあ山崎、打撃で活路を見出すか。ミドルキックとパンチ、さあジャンピングハイキックで決まりました。さあ山崎がバックを取って、ああいいですね。相手のスタミナ、ベイダーのスタミナを奪っていく。同締めスリーパー、同締めスリーパーですねこれはね。さあハイキックを決めて、チキンウィングフェイスロック、じわじわとロープに逃げていきますが、これはブレイクができない。ベイダーが返しましたが、さあ再び足を取って連続攻撃。さあ山崎はアキレス腱固め、いいですね。アキレス腱固めという膝固めが出ないということは、まだベイダーに体力の、ベイダーの体力に余裕があるということの気がしますが、アバランシュプレス。さあベイダーはこれでバックを取って、わあバックからパンチ、再びジャーマンに行くかと思いましたが、ここはわあいいですね。後ろから殴っておいてからの、理にかなった攻撃、腰にダメージを与えたというところでしょうかね。いやーベイダーが手堅くと言ってもいいでしょう。山崎から、白星を奪っ取ったと。山崎はこれでちょっと1位通過は厳しくなりましたね。多分もう5敗4敗したぐらいになるんじゃないでしょうかね。試合時間14分33秒、拷問キャメルクラッチによりビッグバンベイダーが山崎和夫から3カウントじゃないギブアップを奪った試合でした。あ、試合評価 76% ということはやっぱりちょっと一方的な試合だったということだったですかね。はい、では最後の試合に行きましょう。本日4試合目、ダイナマイトキッド対ラッシャー木村、2点同士の対決ですね。では4試合目、本日最後の試合となります。さあこれお互い2点同士ですから、どうしても勝ちたいというところですけどね。そうそう、あのまた、イベント話に行きますけど、なんていうんですかね、贅沢な悩みではあるんですけども、このファイヤープロレス、いやじゃないや、 WMW ワールドマニアックレスラーズでは、実在したレスラーっていうのをね、よく挙げています。だからお亡くなりになられた方も、その過去の栄光をここで再現するという意味でやってるんですけど、これね、今後スパイクチューンソフトさんが、各他の団体とコラボするようなことがあったとしても、当然すでにお亡くなりになった方、もしくはその団体から出た方はさすがに再現できないでしょうからね。だから、スーパーストロングマシーン、今回新日本プロレスで入ってるのが、スーパーストロングマシーンは入ってたんですけど、もうでもタイミング的には引退しちゃったんですよね。だから収録の際にはまだ在籍しておられて、その後マシンがリアルで引退したから、実現したんですけどね。だそう考えると全日本プロレスで再現することが、コラボが決まったとしても、どのレスラーにするかっていうのはすごい難しい問題ですよね。多分全日本プロレスさんは在籍してるレスラーの数がすごい減ってるはずなんですね。フチとか秋山とかはまあ当然なんですけども、それがだから、他団体かもしくはフリーのレスラーなんかだったりするとできないでしょうしね。その辺がまあちょっと今後、新日に限るのか、まあ、WWE なんて絶対無理でしょうしね、権利関係で。あ、面白かったのはその、もう多分その前回で僕が忘れなければ、串田選手の、ポッドキャストで
今メモを取ってますけど、吉田選手とのポッドキャストで松本監督がおっしゃってたあれなんですけど、リターンズの、実売ってなのか、まあ、本数ですね、売れた本数を言ってたんですけど、その数字は今ここで明かさずにおきましょうかね。一応、日本で売れた、ファイアプロレスリングリターンの3倍、海外で売れたみたいですね。だからスパイクチューンソフトとしても日本で売るよりも海外で売る方がやっぱりファイプロは売れるということが分かってるんですね。だからまあ当然プレステ4-1も、北米版で出したでしょうし、スチームマンも日本よりも海外の方が多分売れてるんでしょうね。間違いなくそれがね、圧倒的な差、3倍ですからね、だったんですよね。まあまあね、それはもう前からだから言ってるように、あのこの動画も、アメリカ向けに、すれば、もっと視聴してくれる方が増えるんじゃないかと、んですよね。だから、以前も申し上げましたけども、海外でファイプロを、実況、僕と同じような形ですね、まあ、僕よりももっとなんていうかレベルは高いんですけども、実況されてる方がいて、でその方が、チャンネル登録者数が、20万とか30万とかなってるんじゃなかったでしたっけね。それを多いかどうかは別として、少なくとも僕の200よりは多いということですからね。だからそう考えたらやっぱり海外向けにってなるんですよね。で日本でもね、実況はされてないんですけども、日本人レスラーの対戦を挙げてる方がおられるんですけど、その方が、動画の名前を、英語表記、日本語を書いてその後英語表記されてるんですよね。その方は僕と同じぐらいに、いや僕よりも先にやられてたのかな、でそれでチャンネル登録者数は僕よりも3倍ぐらいですからね、やっぱり英語なのかなと思ったりもしますね。ちなみにこの動画は当然海外で見ることもできるんですが、英語圏の方がね見ることができるんですが、 1% にも満たないですね、多分今見ていただいているその全体からするとね。まあ、それでもね、あの海外の YouTube のアカウントが、チャンネル登録してくださったりしてる方がおられるので、いや今もその方がされてるかどうかわからないですけどね。まあそういう一時期ね、実はまあもう今だから言いますけども、一時期そういうネットワークを作ろうかなと思ったことはあるんですよ。僕なんかまだまだファイプラーとしてはひよっこなんですけども、そのファイプラーばっかりが、なんかこう集まれる、ファイプラーばっかりを集めたサイトを作るっていう意味かな、ブログみたいなもので、で、そのファイプラーの方が動画配信したら、それがそこに一点集中して集まって表示される、案内できるとかねっていうのがなんかできたらなと思ったんですけどね、全く夢で終わってしまいました。僕にはその技術がなかったのでね。そう考えたら、ダイナマイトキット、ダイビングヘッドバットで綺麗に決めてみせましたね。まあ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 ぼちぼちね、増えたらいいかというぐらいでやっていきましょう。試合の方に行きましょう。試合時間13分16秒、スーパーダイビングヘッドバットからの体固めでダイナマイトキッドが綺麗に決めてくれましたね。試合評価は 78% でしたということですね。ちょっと待ってくださいね。はい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 、はい、では最後はランキング表を見てお別れでしましょう。まあ途中でも言いましたけども、これで30回目の放送、というか試合ですので、各ブロック6試合、各レスラーですね、
5試合ずつしてるはずなんですけども、 A ブロック以外だけ、じゃないや、 A ブロックだけなんですね。 B ブロックはそれがちょっと崩れてるという前提で点数を見ていきましょう。A ブロックの方は今日田村清志が勝ちました。あ、8点ちょっと上がってきましたね。じわじわと。ザクセイバージュニアとかが、あ、ゲリオブライトね。丸藤が9点でトップ、忍び、長谷博士、田村清志が、この3人がそれを追うという状況ですね。で B ブロックの方は今日は田中将人が勝って6点ですが、トップは吉達とミスターポーゴがまだ、はい、守っていると。ボルクハンが7点でそれにじわじわと追いついてきたというところですね。で C ブロックの方、本日はベイダーが勝ちました。あ、ちょっと上がってきましたね。いいですね。あ、前田明もこの間勝ったんで、ちょっと上がってきたというところでしょうか。ただ、現在単独トップはマンモス佐々木というところですね。で、D ブロックですね。 D ブロックの方は今日はダイナマイトキッドが勝ちましたが、これは4点でまたドングリの背比べ、トップは和風マクダニエル、武藤敬司、スコットノート、まあスタンハンセンもそれを追うと、スタンハンセンがそれを追うというところですかね。はい、というわけで30回目、もう無事に終わりました。全部で66回ほどやらないといけないので、これがまあ大体半分ぐらいという状態になってきました。なんだかんだ言って、キリがないなと思われた、リーグ戦も半分通過を、なんとか達成できそうですので、このままの勢いで後半にも突入していきたいと思います。というわけで暑い日が続きますが、皆さん体調には気をつけていただいて、また次回お会いしましょう。よかったらチャンネル登録の方もお願いします。というわけで本日はこの辺でお別れです。最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。ではまた。